はい、こんにちは、こんばんは、サクヤです。さあ、今回もですね、新シーズンの攻撃オペレーターエースについていろいろ紹介していくんですけど、今回の動画はね、基本的な情報から、そしてこんな使い方ができるよっていう応用編まで、この動画をね、見たら10分でエースがどんなオペレーターか、どんな使い方ができるのかっていうのがね、一発でわかる、そんな動画を目指して作っております。ということで、ちょっといろいろと紹介することが多いので、サクサクと紹介していくんですが、まず装備面、もうめちゃくちゃ強すぎー。まず理論上最強のアーサルトライフル AK-12 ということで、レートも高い、ダメージも高いということで、非常に強いアーサルトライフル持ってます。そして攻撃オペレーターではもう本当にたまにしかね、持たせてもらえないセミオートショットガン、テルミと同じショットガンも持ってるということで、ショットガンナーも歓喜みたいなオペレーターとなってます。サブ武器はあんま強くないんですけど、はい。で、さらにスモークと普通の、ブリーチングチャージ持ってるということで、ハードブリーチャーの中で初のスモーク持ちっていうことで、今後ね、かなりの活躍を期待されています。そして、ガジェットがめちゃくちゃやばいです。ブリーチングチャージ系のね、ハードブリーチャーっていうと今までは爆発系イメージしてたかと思うんですけど、こいつは水を使って壁に穴を開けてくれるオペレーターになってます。セルマアクアブリーチャー、読み合ってるかちょっとわかんないんですけど、投擲物をね、3つ持ってまして、それを壁に投げた場合は、最大ね、3回まで展開して壁に穴を開けてくれます。補強壁だろうと、通常の壁だろうと3回穴がね、開きます。そして、垂直面、床だったり天井みたいなところに投げた場合は1回だけ穴が開いて、バックやスレッジみたいに、突き下げ突き上げなんかができる、そんなオペレーターとなってます。ちなみに落とし戸なんかを割る場合は、アクアブリーチャーを2つ投げないと補強床をね、割ることができないので注意しましょう。あともう1個、これ投げる際に絶対ね、覚えておいた方がいいポイントがあるんですけど、これ基本的に適当に投げてしまうと、乗り越えモーションだったりしゃがみモーションじゃないと通れないっていう、ちょっと微妙に通りづらい壁になってしまうんですけど、今ね、壁に映ってる、ちょっと映ってるかな、あの壁のちょうど目線くらいの高さにポンって投げることによって走り抜けられるような壁になるので、ぜひ投げるときはね、そのあたりを意識して投げてみてください。これめちゃくちゃおすすめです。さあ、ここまでがですね、エースの基本的情報だったんですけど、ここからはね、何に対して強いのか、逆に何に対して弱いのかみたいなところをちょっと紹介していこうと思います。まずですね、イエガーの ADS、これに関しては引っかかります。こちらでですね、しっかり投げ物判定受けてしまうということで、 ADS にね、がっつり吸われてしまうので、投げる際は注意しましょう。そして次、じゃあワマイはどうなのかと言いますと、ワマイも食らいます。ワマイの場合は吸い込まれて、なんか1回だけ爆発するんですけど、壁とかにね、ひっついた場合でも3回は展開しないで、その場で1回だけポンと爆発するだけとなってるので、こちらもね、同様に気をつけないといけないかなと思います。結構ね、補強壁割るところなんかにワマイ仕掛けてるパターンって多いので、非常に気をつけた方がいいかなと思います。そしてじゃあ、補強壁の裏にミュート置かれてた場合はどうなのかと言いますと、食らっちゃいますね。これちょっと面白くて、ミュート置かれてる場合に関しては、なんかね、起爆しないでもうその場でなんかビリッとなんか停止しちゃってる状態になるので、ダメだった場合はね、回収すればいいっていうだけなんですが、ツイッチや EMP なんかで設置してる状態で破壊した場合は、そのまま自動的に起爆してくれるということで、非常に強いガジェットになってるんじゃないかなと思います。なんでここでちょっとね、やっぱテルミとか火花の差別化っていうところを言うと、今までは自分でスイッチをね、カチッて押して、起爆するっていうところがね、必要だったんですが、今回に関しては自動的に起動してくれるということもあって、かなり初心者向けのハードブリーチャーになってるんじゃないかなと思いました。そしてお次はね、ハードブリーチャーといえばバンディットが天敵だと思うんですが、バンディの餅つきはもちろん有効ということで、しっかりね、投げ物をされた後にバンディットが餅つきしに来ると、しっかり壊れてしまう。なので、敵がね、今いるかないないかなっていう風にしっかり確認した上で投げるようにしましょう。そしてこれちょっとかなりね、意外なんですけど、カイド、これかなりカイド気をつけないといけないっていう情報がありまして、カイドのあのエレクトロクロー、あれをですね、補強壁に直接投げてしまうと、なんとですね、アクアブリーチャーの方が先に起爆してしまった場合、カイドのエレクトロクロー破壊されてしまいます。なのでエレクトロクロー投げる際はしっかり補強壁に直接投げるんではなく、床やね、天井なんかの補強壁に面してないところに投げるようにしましょう。じゃないとね、なんか壊れちゃうんですよね。なんでだろう、ちょっと理由わかんないんですけど、壊れてしまうので、カイド餅つきに関してはしっかりね、補強壁に投げるのではなく、床でも天井でも何でもいいので、そのあたりに投げるようにしましょう。はい、
じゃあですよ、速攻でこれ2個投げたらバンディットも持ちつけ受けないんじゃないのかっていう検証、まあちょっとしてみたんですが、残念ながらまあバンディットがここでもしっかりね持ちつき待機してた場合は2つともね破壊されてしまいました。まあ、なので2枚の補強壁とかに関してだとちょっとバンディットが持ちつきしやすいっていうところではあるので、まあ領事館みたいな補強壁が3枚必要なシーンなんかで、まあ、一番右の補強壁に1個投げる、そして一番左端の補強壁に1個投げるみたいな使い方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、ただしっかり壁1枚割るためだけにハードブリーチャー2つねポンポンと投げちゃうのはどうなんだっていうところでもあるので、まあちょっとね、うん、もったいないというか、まあ贅沢な使い方なのかなと個人的には思いました。そしてお次はミラ、ミラーもね結構なかなか厄介ということで、まあ特にね火花のカイロスなんかを打ち込むことが多かったのかなと思うんですが、今回のガジェットはめちゃくちゃ優秀でしっかりミラ破壊することができます。ただこれ気をつけないといけないんですけど、ミラーのね、ちょうどブラックミラーになってるところより下のところに投げてしまう場合は、なんかミラーのね、黒いところ破壊できず、下のねしゃがみのところだけ割れるという仕組みになんかなってるので、しっかりね、今回のアクアブリーチャー投げる際はあの黒くなってるねガラスのところに投げるようにしましょう。まあ、じゃないとなんかね微妙に残って結局まあ敵もあんま使えないけど、なんか微妙にこう敵からするとねよくわかんないミラーが残ってしまうということで、そこだけは気をつけた方がいいかなと思います。じゃあそのままなんですが、次はイングレ持ちつきはできるのかっていうところあるかなと思うんですけど、イングレ持ちつきはしっかりできました。まあちょっと使う場面もね限られてくるのかなと思うんですけど、まあクラブハウスだったり今回の、民家のね、落とし戸なんかではしっかりやることができたということもあるので、なんかアクアブリーチャーの音がね鳴り始めたなと思ったら、まあ下からイングレを投げるみたいな、ことで破壊できます。じゃあこのアクアブリーチャーって今補強壁だったり、まあ突き下げ突き上げなんかで使えるよっていう話だけになってきたかなと思うんですが、普通のフラグみたいな使い方はできるのかって気になった方も多いんじゃないかなと思います。そこもしっかり検証しました。まずね有刺鉄線だったり展開シールド、あとイービルアイなんかをまとめて置いてみたりしたんですが、結果的にですね壊れたのは展開シールドのみでした。展開シールドに関しては一発で破壊することができたんですけど、有刺鉄線に関してはノーダメージということで、爆発の後に、まあ、何回殴って壊れるかなみたいな計算してみたんですが、しっかり2回殴らないと破壊できなかったっていうことでダメージ換算はされていないっぽいです。そしてイービルアイに関してもしっかりこれ壊せんのかなと思って投げてみたんですけど、破壊することができなかったということで、まあ、今後はね普通の展開シールドだったり、まあ、ゴーヨのあのボルカンシールドみたいなところがあった場合は、まあ、このねアクアブリーチャー1個ポンって投げて破壊するっていう使い方は有効なんですが、他の有刺鉄線破壊としては使えないっていうところを覚えておいた方がいいかなと思いました。はい、じゃあ最後、火花と新ヨペの、まあ、ガジェットどっちが早い、まあ、起爆をね、ポンって投げたのと火花の、スイッチカチッと押した後どっちが先に起爆するのかっていう検証もしてみたんですけど、結果的にはですね新ヨペの方が起爆が早かったです。まあ、なので、まあ、今回の新ヨペ情報的にまとめると、まあ、通常のハードブリーチャーより速攻性のある、まあ、補強壁を破壊してくれるオペレーターになっていると。ただ、まあ、逆に言うと自分でスイッチを押すことができないっていうところを考えると、まあ、自分でねこううまくタイミングを合わせたりみたいなことができなかったり、まあ、仲間がね今起爆してほしいみたいなそういう合わせ方ができないっていうところではあるので、まあ、しっかり投げるタイミングっていうのをね考えないといけないオペレーターになっているのかなというふうに思いました。まあ、ただですね今回まあ初心者にも使いやすいんじゃないかっていう風に最初に言ったんですけど、非常にやはり銃も強いで、ショットガンも持ってるで、スモーク、あとまあ普通のブリーチングチャージも持ってるっていうこともあって、かなりね使いやすくて使う人非常に増えるオペレーターになっているんじゃないかなと個人的には思いました。まあ、特にねやっぱ AK12 がめちゃくちゃ強かったんで、あのぜひねアングル、ホロサイトもあとフラッシュハイダーとかでガンガンとつることもできるし、英国バーティカルグリップなんかで、まあ、中距離から遠距離のねカバーなんかもできるっていうことで、ぜひいろんな人に使ってほしいオペレーターになるかなと思います。ということで、まあ、10分間でね、まあ、基本的情報からこんな使い方もできるっていう、まあ、検証内容まで全てサクッと紹介したんですけど、後日、まあ、新ヨペをねカスタムなんかで使った動画もアップするので楽しみにしててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。サクヤでした。
ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価ボタンをポチッと押してくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。他にもおすすめ動画、最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしてってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。咲夜でした。